第4節になります。岡山とのホームゲームです、16時キックオフ。今年、エノハが15周年で、今日のゲームが、その15周年を、まあ、記念したゲームになるという一日になります。で、まあ、なんでかっていうと、レノファっていうクラブ名に代わって、中国リーグを戦いました。で、一発目の相手がアジアの岡山ということ、15年前で、まあ、お互い切磋琢磨して、J2 の舞台で今度相まみえたときに、じゃあ15年経った今日がその記念のゲームになりしましょうということで、まあ、クラブが、ね、今日そういうようなことを、まあ、プロモートしながら、やっていますね。スコアレスドローでした。さあ、両チームの選手たちがピッチに入ってきました。まっすぐのボール空いていた石川のボレー、当たりました。石川、いやー、ヒットしましたね今。そうですね、変えたのは大きいですね。一つね、あそこ同サイドだとハマってましたね、今ね、よく見てましたよね。さあ、タッチライン際右からのクロスボール、ヘディング、草野、もう一度インスイングのボール、ショートコーナーできます。変化をつけて木山ファーに振って、折り返しはどうだ、斉藤、よく出ましたね。関出ました。あ、ゴールキックですかね。ゲームの作りに参加するのが佐藤健介です。田中の縦パス引き出した草野、収めて前を向いた草野、前を向いた草野、右足の草野のシュート、正面でした。まあ、いろんな選択肢ありましたけどね、ここ映ってないですね、画面では。そうですね、はい、さて、橋本はゴールへ向かうボール、ニアサイドそらした、決定機でした。高木大輔のチェック、草野も行きます。ここも上条を狙っていく。おー、入れ替わった、上条だ。さあ、上条ボックス入った、逆取った、右足のシュート、ナイスキーパー関。もう一度上条、上条行くか、そのシーンです。落としがずれるがつながった。さあ、橋本だ、橋本よく見て間を使った、高木大輔のシュートだ。いやー、よくありましたね。いやー、崩しきった山口、粘った岡山、ジャッジして、まあ、シュートを行くために少し大きくして、キーパーの逆は取ってましたけれども、誰ですかね、ゆっくりと助走を取った佐藤健介のボール、真ん中に入ったボール、ヘディングドンピシャー、渡辺叩ければというシーンでした。佐藤健介のクロスボール、こぼれた、佐藤健太郎かわして、つないだ、ボックス内、もう一度つないだ、シュートはどうだ。いやー、ナイスキーパお疲れ様でした。そうです、まあ、怪我もしたこともあって久々の90分フル出場だったんですけど、まあ、やっぱり勝てなかったこともそうですけど、決定的なクロスだったり得点につながるプレーを自分はしたいので、そういう意味では、まあ、まだまだ課題がたくさんあるかなと思います。はい、まあ、まだ今季勝てていないので、次こそは勝てるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。